大沢健二です。滝沢健太です。滝沢選手、雷神の雷神のバンタム級トーナメント出場決定、はい、いや本当にね、この前、バンタム級トーナメントの、はい、抽選会がありまして、うん、対戦相手が、今成選手に決定ということで、はい、で、まあ対戦相手の今成選手に対しての、印象やね、戦略とか、はい、あとまあ当日会場がどんな雰囲気だったみたいな話は、うん、滝沢選手のチャンネルの方でやってますので、はい、ぜひね、ご覧になって、はい、男前のね、滝沢選手ですからねなんで、まあ、じゃあ、こっちのチャンネルで何するのって話は、バンタム級トーナメント1回戦、まあ、大体カード決まったじゃないですか。はい、滝沢選手が出場してるのに、はい、大予想、はい、予想、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、まあね、対戦組み合わせ決まりました。滝沢選手が、はい、ここね、はい、ここで、じゃあこれ予想としては、はい、どんな感じですか。僕ですか。僕の試合ですか。はい、僕は内容はいいんで、はい、どんなあれかな、決まり手というか、まあ僕の言いづらいこれ、どっちだな、 KO 勝ちか判定勝ち。なるほど。KO するとしたら2ラウンド。2ラウンド、2ラウンド KO 勝ちね。 You win ね、はい、You win、いいですね、はい、これですね。いや僕はまあもうね、まあ、もちろん、はい、自分で言うんで、はい、ここはもう部屋の現場です。さあ行きましょう。それでは渡辺修斗 VS 朝倉海、1ラウンド朝倉海選手の KO 勝ち、1ラウンド KO 勝ち。これね、まあでも渡辺選手ね、粘って良かったですよね。はい、ね、1ラウンド目結構やられてたんですけど、2ラウンド目に急に崩壊したんです、ね、なんか田村選手がガス欠したのかな。本当です。一気に落ちました。急にね、はい、怪我したんじゃないかなと思いました。ああ、僕はね、なんか結構ガス欠するイメージとかあったりして、1ラウンド出しすぎたのかなみたいな、なんかそんなみたいな、なんか立ち上がりからなんかちょっとふわふわした感じになり始めて ね、 そうですね。なんか構えとかも変わったっすね。あれどうしたんだあれ、ね、でもそれだけ渡辺選手我慢強く戦えて、まあ、バック取ったら強いけど、まあ、朝倉選手、うん、1ラウンド KO 勝ち、はい、それいいですね、まあ、展開的には、はい、まあ、どうです展開は。テイクダウン切って、で渡辺修斗選手が焦ると思うんですよ、はい、でなんか雑な感じになって、でタックル切ってで、ちょっと離れ際ぐらいの時にバンバンって当たってパウンドみたいな。なるほどね。そういう展開にも今言われただけでね、はい、そうなりそうな気がしてきたからじゃあ続いていきます。シアン選手 VS 大塚選手。シアン選手もともとパンクラスで、そうですね、1回級下でね、はい、ちょっと体がでかくなってるから、まあ、少しこう、うん、太い感じになって、はい、お久しぶりに見たな、うん、見てました。いや僕も久しぶりです。久しぶりに、はい、ああみたいなね、はい、いう感じでしたね。どうでしょう。で大塚選手は、抽選会の前2日ぐらい前、はい、あ違うか、抽選会のその前の日曜日に試合負けてたんですよね、うん、あそうですよね、タイトルマッチ、はい、だからいないと思ってたんですよ。いないと思ってた、はい、ああ来るわけないと思ってた、はい、ああそうですね。じゃあどうです。でもまあここは大塚選手の3ラウンド KO 勝ち。 KO 勝ち、はい、大塚選手あんまり KO しないですけど、ね、削ってパウンドで。ああなるほど、いいですね。ここ興味ありますね。ここ面白いでしょ。いやここわかんないですね。ここわかんないでしょ。わかんないですね。一番面白い。これでね、一番面白いでしょ。一番気になります。石渡選手
あの1本取られるイメージないんで。ない、はい、全然ない、はい、1本は取られないと思うんですよ。あで、まあ復帰直後っていうのもちょっとなんかあれですね、どうなんだろうっていうのがあって、いやでもどうだろうな、どうだろう、ね、これは難しいっすね、これ難しい、うん、これは本当にどっちが勝っても、うん、まあなってなんか、うん、納得できるっていうか、はい、意外性がないっていうか、まあ本当にどっちなのか分かんない。で、ね、オールラウンダーで、オールラウンダーだから、うん、ね、そうですね、いやー難しいな。あるします、石渡選手の判定勝ち。はい、石渡選手の判定勝ち、いいね、やっぱパンクラスのチャンピオンは強い、はい、どんな感じになりそうですか。うーん、まあ石渡選手が、はい、井上選手を捕まえきれないというか、唾液でこう距離測られて、はい、捕まえられなそうになるんですけど、はい、なんかガンガンこう吹っ切れていって、はい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 、前に出て、はい、なんかフラッシュダウンとか取って、あーなるほどね、でまあそういう圧力で押すのかな、アグレッシブさで試合展開を取ったみたいな、まあ試合は拮抗してる、はい、なるほど、楽しみこれこれは楽しみ、これも面白いと思うんですよ、はい、次いきますよ、大木久保 VS 春日井選手、これは僕大木久保選手の判定勝ち、なるほど、はい、それはもう別にどんな展開ですか。まあ、テイクダウンして、はい、パウンド打って、で、まあ、コントロールで普通にね、はい、普通に判定勝ち。でも春日井選手って元谷選手に何回か勝ってるんですよね。あ、そうなんですね。そう、ディープ時代、あ、そうなんですね、何回か勝ってるんですよ、うん、何回も試合してるんです確か、うん、じゃあもう本当に大木久保選手がテイクダウンして上取って、はい、それで、パンダや何やらで、まあ、ポジショニングをコントロールして、はい、勝つという、はい、なるほど、じゃあここ行きましょうか、倉本選手と広山ニハ選手、今広山ニハ選手は、盆栽術、今はね、雷神のところでこう盆栽が旋風巻き起こしてますよね、うん、そうですね、戦うことありますね、ありますね、どうですか、倉本選手の2ラウンド KO 勝ち、 KO 勝ち、はい、KO 勝ち、どういうサッカーボール決めたらいいです、なるほどね、はい、投げて、はい、投げまくる、投げまくると思います。この前武田選手が久米選手と試合やった時にジャーマンやったじゃないですか、やってましたね、やっぱ3ラウンドとかの、はい、深い時間帯でジャーマンやりに行くっていう、やっぱレスラーだなあんなに、あんなに深い時間にやらないでしょあれ、はい、疲れるでしょあれ、そうですね、ジャーマンってちょっとポジション取りにくいじゃないですか、はい、なんでやるんだろうなっていうのはあるんですか、ね、やっぱ頭から落としたりとか、やっぱあとやっぱ枠からじゃないですか、あだって一回、太田忍選手と、なんか YouTube で、はい、やったときに、はい、太田選手が、俺、反り投げ食らったときに、ジャーマンのように、ものすごい高いアーチを、これ、いつでも頭から落とせんだな、みたいな。危ないですね。危ない。マジで危ない。本当に頭から落とせるんだから、上手い人は本当にいつでも頭、倉本選手のジャーマンってこう、結構頭から何度も何度も落としに行けるぐらい高さがあるから、そうですね、いやそれは面白かったですね、うん、じゃあこれはまあ倉本選手の2ラウンド決勝ですね、はい、次元谷選手と岡田選手、これも面白いでしょ、これもちょっと難しいですね、難しい、難しいですね、シュートのチャンピオンと、はい、ディープのチャンピオン、うん、今はもうチャンピオンですよね、いや今ビクターヘンリーか、あそこはビクターか、はい、岡田亮選手の判定勝ち、判定勝ち、サラナウンド判定勝ち、はい、
展開的には展開的にはあの元谷選手がそんなにレスリングをこだわらず上をこだわらず下でになってで下からそんな決められず岡原選手はなんかすごい上を意識して取りに行くような戦い方をして、うん、で取られずコントロールして判定勝ち。なるほどね、なるほど岡原選手、はい、じゃあ最後になっちゃいましたけど、はい、グラチャン、グラチャンのチャンピオン、はい、伊藤空也選手と金太郎選手。伊藤空也選手僕は分かんないですね見たことないですよ、はい、なんかあの結果だけで、はい、結果だけでちょっと見るだけで、はい、ブレイブですよね、はい、レスラーなのかな。いや、ストライカーらしいですよ。ストライカーなの、はい、結構喧嘩スタイルの。へぇ、はい、唾液バチバチらしいです。あ、マジですか、はい、あ、じゃあ結構いい試合になる可能性は、はい、結構噛み合うと思う。へぇ、金田選手やってますもんね。はい、これ金太郎選手のどうだろうな、1ラウンド KO 勝ち、1ラウンド KO 勝ち金太郎選手。なるほど、1ラウンド KO 勝ちね。だいたい揃いましたね。じゃあちょっと勝った方に丸つけていきますよ。よしじゃあこれで、はい、滝沢選手が予想する準々決勝の出場者はおそらく、はいはい、朝倉海、大塚、石渡、扇久保、倉本、滝沢健太、岡田、金太郎を予想するっていう形ですね。はい、いいですね。いやでも見渡してももう全然面白いですねこれね、はい、これでじゃあ毎回くじ引きになったら誰選ぶんですかこれ。僕は朝倉海選手。ああもうずっと狙ってんねこれは。はい、ストーカーのように。はい、なるほどなるほどね、やりたいですね、はい、やりたい、はい、いいですね、はい、それはどういう展開になるんですか。大気の展開になる。大気の展開になる。なるほどね。いや、これで勝つ感じになって、これね、いや、面白いですね。はい、この、予想がね、どれだけ当たるのかね。うん、ちょっとまたね、試合終わったら、はい、ちょっとまたやらせてください。はい、お願いします。5月、はい、の、東京ドームか大阪かわからないですけど、はい、試合が決まってるっていうことで、はい、期待してますので、はい、あとは番組の冒頭でも言いましたけども、はい、滝沢健太チャンネルの方でも今成選手との試合のね、はい、展開やらイメージを話してもらえているのでぜひ、ご覧ください。はい、どうもありがとうございました。チャンネル登録よろしく。